カート・コバーンが亡くなった自宅カート・コバーンの死とは、アメリカのロックバンド、ニルバーナのリードボーカルであるカート・コバーンが1994年4月8日に、シアトルのワシントン港大通り東に位置する自宅で、遺体で見つかったことである。死後3日経過しており、地元のシアトル警察は自殺と断定している。軍の医療審査官が発表した死因は、ショットガンで頭をち抜いたものとし、 体内からは鎮静剤が検出されていた。さらに、左右両方の肘に支障があったことも認められている。死の直前彼は、リハビリ施設を脱走しており、妻であるコートニーラブの関与も疑われている。彼の死因は自殺と断定されているが、数々の噂が立っており、妻から脱走したコバーンを見つける依頼を受けていた。私立探偵のトムグラントは、 彼は自殺したのではなく殺害されていたと供述している。1994年4月8日金曜日に彼の遺体はベカエレクトリック社のゲイリー・スミスによってワシントン湖にある自宅で発見された。スミスはコバーンの家でセキュリティ関連の照明を設置しようと朝向かったところ仰向けで倒れているコバーンを発見し植木鉢にあった彼の遺書と書いたペンも発見している。 自殺に使ったショットガンは彼自身がディラル・カールソンにて購入しており、遺体発見時には彼の胸付近にあった。医師による解剖の結果、死因は頭部への療銃自殺で亡くなった日は4月5日と発表された。4月10日にシアトルセンターにおいて葬儀が行われ、妻であるコートニー・ラブは彼の衣装を朗読し、彼のファンに衣類の一部を配布するなどした。次の日、 彼のファンとラブは自宅で嘆き悲しんだと言われている。彼の遺体は仮装され、ラブは遺界の一部をテディベアのぬいぐるみなどに保管し、残りの遺界はニューヨークの伊坂にあるナムギャル寺院にて埋葬された。そこでは僧侶によって教会を生まれ、彼の姿を模した粘土製の彫刻に遺界を混ぜ安置されている。1999年5月31日には、 コバーンの母によって再度彼を痛むセレモニーが行われ、妻のコートニーラブとトレーシー・マランダも参列している。彼の娘であるフランシスは、仏教の教を流しながら、カートが愛した町であるマクレーン・クリークにて遺憾を再度埋葬している。ありがとうございます。